極、えー、域科学とオープンデータということでお話しさせていただけと思います、えー、と村山でございますよろしくお願いいたしますでただここでちょっとタイトルを勝手にじらせていただきましたがオープンリサーチデータというふうにさせていただきましたあのリサーチとつけたのはいわゆるオープンデータがご存知のように、えー、政府公共データのオープンデータ施策というのはすでに進んでおりましたあでこれと何が違うのかっていうところまあそれほど深く議論あの今できるわけではないんですけれども 欧米ではすでに科学技術、専門的なデータのオープン化と公共データのオープン化も別部局で扱うというふうになって、えー、いるそうで、えー、ここでもそこのところは分けて考えていきたいなということをあえてここで申し上げた次第です。 で私が、えー、なぜ、えー、ここの場でこういうお話させていただくかという、まあ、バックグラウンドの多少の理解でもあり私の発言の背景を理解いただくので、まあ、多少自己紹介ということでこちらの方に書かせていただきましたあの有川先生の方には、えー、日頃からあのオープンサイエンスの検討会ですね内閣府の検討会の方で、えー、お世話になっておりますフォローアップ検討会の方でもお世話になってございますで <laughs> 同時にそのオープンデータに対してどう取り組むかという図書館業界からやはり問題意識が非常に強くお持ちで私もその海外の議論を聞いてもらた図書館でのデータ あ、資産というものをどう扱っていくのかという議論、非常に重要になってきていうのを感じます。で、そういう国会図書館での議論の参加させていただく機会を持ったりしております。で、学術会議とか、所属の元機関の情報通信研究機構で下の方に参ります。と、まあ、あの日本地球惑星科学連合って、これはあの地球学科学の学会です。けれども、とか国立局地研究所での委員をさせていただいたり、京都大学で。 客員共有させていただきたいというようなことで地球科学をもともと研究のベースにしておりましたものがこういったオープンサイエンスの議論に関わらせていただいているというようなことでご理解いただけたらというふうに思います。で本日は私その中でその地球科学をやってきた中の超高層大気の物理学大気の科学を区域で観測事業として実施してきたあそので 現状でそうした中で学会内研究分野内でのデータ共有学術事業としての活動でこれを踏まえて昨今の議論を考えるに今後の研究データの扱い方についてということを少し議論させていただけたらというふうに思っております。 でまず極域の観測です。極域といってもあの例えば南極観測一つとってもペンギンの生態観測やらあの海氷やらあの南極大陸やら非常にさまざまなものがございますのであくまでも私の,あの見聞きしている私の専門の 分野の一部ということとでご理解いいたただけたらと思いますでこれは非常にあのちょっと私はノスタルジックなんですけど1993年から2006年までアラスカでの大気観測をやっておりましたでこれで日米国際共同観測ということで、えー、長いことをやってきてんですけどもこの時に局域の大気というのがまあ非常に複雑なもんだなというのが改めて、えー 分かった、まあ、この図はちょっと英語の図でしかもややこしくて恐縮なんですけども何を言いたいかと言いますと、まあ、地表の0キロから高さ1 0 0キロというです、ね、ほとんど宇宙空間の高さまで,です、ねえー、地球の大肥というのが全体巻き込んでいろんなプロセスで関係し合ってるというのが、まあ、これ1 9 9いつ頃作りましたか1995年96年か7年頃でしょうか。あの 改めてプロジェクトをまとめ直そうということでサイエンスプランを作った時の絵だったと思いますけれどもで太陽から出てきたあ極端紫外線とかですね、えー、オーロラの粒子っていうのはこれはあの電子線なんですね、えー、太陽のエネルギーで高エネルギーを持った電子線が地球大気に入ってくるとよくテレビの昔のブラウン管の例えでありますけどもその電子線が大気にぶつかって光を発するオーロラという現象ができる。 でそ,ういうそういうエネルギーが大気に落ちるんですから何もしないわけがなくて実用上層で窒素酸化物が増えたりですねさまざまなあの化けプロセスが起きたりします、まあ。そして増えた窒素酸化物が実を言うと大気の循環に乗っかって下に降りてくるとオゾン層を破壊するんじゃないかとかですねいろんなあ議論があったわけです。それを現実に 明確に定量的にまだ解明しきれたわけではないんですが、まあ昨今いろいろな観測事業、しかも観測装置も随分進歩しましてデータが出てきております。その中にいろんな大気の波波動現象だとかですね、様々なものがある。 またこういったものを総合的に観測するために当時我々のプロジェクトでは地表付近の大気のいろんな微量成分や風やプラズマですねとかいろんなものを観測するための観測機器のラインナップを作りまして複合的な実験事業を進めてアラスカ大学と共同でやっておりました。アラスカ大学は 発射場を敷地内に持っていて、えー、アラスカ大学の教授のスタッフの皆さんとロケット打ち上げとこうした遠隔操作実験と共同でやったりですねいろいろやってきたわけですでまあ,あのその成果の一端として例えばですけどこれは気象データと地上設置のレーダー実験から得られたあ風のデータなんですが。 おある時つなぐとお高度100キロ付近からです、ね、地表付近まで一気につながった変動が起きるとかそういう現象がまあ非常に如実に見える。 えーまあ、分かってみればなんてことはないというのはよくあることなんですけれどもこの時にはやはり驚きましてこれが最終的には北極気候の指標といわれてたものと非常に良い相関があったりして、えー、こういったものをきっかけにいろんな研究が始まったというようなこともありましたあの、まあ、新型オーロラが発見されたというのはこれはそういうオーロラ実験なんかを進める中でうまく、えー、取り上げられた話題だったりですね あとはそういう宇宙空間の電気的な力がプラズマを動かしたそれが地球の大気も引きずって一緒に動かすことが見えてきたとかですねさまざまな研究があっておかげさまで研究論文の数も最終的には110何件というようなことで。 取れたわけですで当時ただこれだけのデータを人手でそれぞれバラバラに研究者が使っててどうかという議論がありまして平成11年度ぐらいからこうした総合的な観測データ整備システムを作って進めてもおりました、まあ、この辺りが今のデータの論私にとっての議論の発端といえば発端ですがで当時はアラスカ大 アラスカ州から北米本土に行く線が州全体でものすごい限られていたんで非常に気を使いながらデータ転送プログラムを組んだりしてたんですがで北米本土に行くとインターネット通の実験回線借りていくつかの実験線を相乗りして相乗りして東京に持ってくるというような当時としては割と。 そう北極の現場でと取れたデータを放日時間で東京までインターネット実験を使って持ってきて簡易解析するというようなことで、まあ、チャレンジングだったかなというふうに思っております。まあ、こういったようなものを経て、えー、時代を経て今はですね例えばこれは昭和基地で局地研究所さんがやっておられる南極観測の南極域中層超高層大気を通して 探る地球環境変動というようなプロジェクトが例えば2010年まで,でこれからもさらにこれを拡張して進められていくということですけれどもこのようにさまざまなレーザー装置とか分光計とかさら、ね、に精度の高いものが開発されてここにパンジーと書いてありますけれどもこれは今南極大陸で最大の大気の観測レーダー非常に精密な測定が可能になると。 ようなことで,、えー、でそれのお、まあ、これはイメージ図ですけれども現在は本当にすべて完成してですね稼働が始まっているで彼らの観測対象も私らの時にはあの北極だけ書いてたのがもう地球全体をこうビジョンを描いてですね、えー、研究を進められているということで、えー、非常に精密なデータがこうして得られて大気の複雑な現象が分かるようになってくるというようなことです。 で、進められているコンセプトとしては当然ながら高分解能の観測が地上からも衛星からもあるでそれをさらに今の数値モデルコンピューターシミュレーションの進んだ技術でもって非常に微細な現象までも分析することができるようになるでこうしたところにさらに理論の新しい展開を加えることによって大量のデータからデータセントリックな科学が可能になるんじゃないかということ 非常に意欲的に進めておられるということでまさに時代の流れを感じるなということでございます。でこちらちょっと変わって今度はまた北極ですけどもヨーロッパ行きはヨーロッパでこうしたあの複数の国の間で出資をし合ってこうした巨大なレーダー装置をこれスカンジナビアからスバルバル半島スバルバル島なんですけども設置して大規模なあのヨーロッパの 国合の協力事業を進められているということでそういったあの装置としても巨大化する傾向が巨大化しないとまだわからないという時代になってきたところでこうした大型のシステムがさらに高分解能で大量のデータを出していく。 でまさにこうしたものは人類の資産としてこのデータをどう扱っていくかというのは国際的にも関心が高いということになるわけです。でこのような現状ですけれどもさて実際にじゃあそうしたデータをこれまでどういうふうに扱ってきたのかというのを学会内で振り返ってみます。でアカデミックな事業としてはああ いろんなもちろん分野によって立場がありますがこうした地球科学の分野の一例としてこれは地磁気のデータです1702年に大西洋を中心にして地磁気のまあ一種の方位核ですねのマップをこうして手書きですけれどもいろんな地点の地磁気の情報を集めてマップにしたということがあります。 こうした図は当然あの船のナビゲーション上も非常に重要だったわけなんですけども見ていただくと分かるようにですね当然ながら1点2点地磁気の測定をやったからといってマップは書けないわけですね当時からいろんなところでいろんな船が行き来する中の地磁気情報を集めてきてマップにしないといけないつまりデータ共有して初めて価値のあるものができる共有しないとむしろ持ち腐れになるという情報はこうしてあの 新たな価値を求めて、えー、作り直されてきた、作り直すというか、あの、提供されてきたわけですね。で、そうした種類のデータに関しては、非常に歴史が古くて、もう国際共同事業として、これはあ、この表の、 見ていただくと1882年3年に第1回局年インターナショナルポーラーイヤーという事業学術事業があったんですけども当時こうしたもう気象データ地磁気データ極光オーロラのデータとかですねこういったものを持ち寄って分析しましょうで第2回局年の方でもやはり1932年に同様の国際枠組みが行われていた。 で当時の国際測地学・地球物理学連合とかですね、えー、電磁気学協会とかですねそういったところの国際学術連合の場でもう総会勧告として海上陸上におけるすべての磁気測量結果はコペンハーゲンとワシントン地震の2カ所世界の2カ所に集中しておいて、えー、研究者への資料提供の便宜を図るという総意が決議されていますまあこういった経緯を経て、えー、1957年には 国際地球観測でインターナショナルジオフィジカルイヤーという国際事業があこれは非常に大々的になりまして日本でも大きな成果が挙げられましたこの頃を契機にしてこうした情報の共有事業として国際アカデミーであるインターナショナルカウンシルフォーサイエンスいくつがワールドデータセンターという事業を発足したあという経緯がございます ワールドデータセンター事業というのはこの、まあ、WDC という名前はいくつかの国際枠組みが2つ3つあるようですけれどもこのいくつの確実事業としての WDC は結果的にはもう50年以上続きまして世界でおおよそ50箇所のそれぞれデータの集積拠点を決めて、えー、国際的な データ利用に供するというもうこ,れこの分野の国際総意として行われてきました。で日本はこの中で、えー、ここにありますけれども7カ所が寄与してきた50のうちの7カ所に日本が寄与してきたのはかなり大きな国際貢献ではないかということで、えー、我々はまあ自負をしているわけなんですけれどもまあ見ていただくといろんなものがあります。知もあれば氷河宇宙空間 太陽黒点土壌土ですねとかですね気候とか海洋もあります、えー、さまざまなものもありますえっ、ー、と先ほどからのご説明の中にも感じられたように、えー、データをこの分野で集めるメリットはどうしても地学系からあー強くなってきたというのは我々の分野の、うん、特徴かなと思いますあのケミストリーとかあのパーティクルフィジックスとかあのー ライフサイエンスのそれぞれの分野それぞれの事情でいろんな進化の仕方が終ありかと思いますがまあ我々の分野ではこういったものがあったまあただこのころは1950何年考えていただくとまあ何度も申し上げている話なんですがデータというのはデータブックでありマイクロフィルムに書かれた手書きだったりタイプライターで書かれた ああ表だったりすするわけですねでデータセンターって何するかといいますと要するに世界各国で測定されたものをデータブックだとかマイクロフィルムにして郵送してですね、えー、エジンバラ大学なエジンバラ大学に郵送してエジンバラ大学の書庫に収めるそれがデータストレージだったわけですね。でそれの提供してほしいというとそれの写しを取って、えー、郵送してあげるという形のデータ共有データサービスをしてきた。 これは1950年代ので当時の事業として、えー、そうした国際的なデータ共同事業があったんですけどもやはりもう最近はあ IT 技術が進んでデータといえばデジタルファイルで、えー、HTTP のプロトコルで、えー、ウェブブラウザからデータがダウンロードできると。 いうことになると仕組みから考え直すべきでしょうということで2008年に決議されてこれらの組織を開祖しましてワールドデータシステムという新しい委員会を作ったこれのインターナショナルプログラムオフィス国際事務局を私の所属機関の情報通信研究機構でやらせていただいているので、まあ、こういったこの事業の国際なハンドリングを東京からさせていただいていると。 もちろんディレクターはフランス国籍のスタ・ホンボクレーンという人が来てやっているわけなんですけれども、まあ、そういったことで現在この事業は NASA とか中国科学院はじめとして今年現在では96機関が加盟していただいているというような状況です。 研究者が自発的に自分たちの研究にメリットがあると思ってやってきたデータ共有事業でした。でそれが先ほど有賀先生のお話にありましたように G8 での意思決定や政治的な流れも含めて国際同盟としてはオープンサイエンスを進めていくんだと。 いうことになって私もこの検討会の中でいろいろ一緒に議論させていただく講演をよくしましたでその結果この報告書先ほども出てました絵ですけどまあ内閣府 CSTI から、えー、関係研究機関とかですね学術会医学協会含めてです、えー、そういったオープンサイエンスデータの共有化をどうするかということで、まあ、今後も議論していかなきゃいけないわけなんですけどもまあ重要なのはただ この学協会というのがやはりそれぞれの専門家集団としてその分野のデータの在り方の最適な形を決めるために最も重要じゃないかというふうに私は考えています。えー、つまりいろんな研究機関の中である専門分野だけに特化してそのエキスパートが揃っているならばそれはそれで。 えー、いいかもしれませんが大学にせよいろんな研究室にせよ少しずつやはり専門の違う研究者が集まることであるファンクションを果たすということになると地磁気なら地磁気とか地震なら地震とか健康科学なら健康科学とかあそういった分野の扱い方はあ地磁気のデータの扱い方の困難さとお遺伝のデータの扱い方の困難さあ,あるいはあ そういう人工統計のデータの扱い方のノウハウいろんなものはそれぞれ違うはずなのでそれがあこちらのあるーリーガルなボディの中で全て決められるかというとそれなかなか困難じゃないかとある専門家集,集団がきちんとそのデータの扱い方のカルチャーを作っていけるかどうかっていうのは実は成功の鍵じゃないかなというふうに思います。 先ほどの,の WDS ワールドデータシステムという学術事業の方ではあそのデータの出し方ポリシーとして、えー、一般公開原則だとかそれは品質評価されてるべきだとか当然それは長期間やるべきだ,、まあ、だ彼の前身の事業も50年以上続いてきたわけですけどもその数十年ぐらいは当然持ってるよねというような前提です。 でそれが標準的な共通的な形式で利用されて、えー、インターオペラブルな分散的なあシステムで、えー、扱われるべきだと言っています、まあ、分散的という意味は要するに NASA のデータを例えば中国科学院でデ,データストレージ作ったから全部集めましょうと言ってそれは全部を渡せますかってそうはいかないと思います。 それはヨーロッパのデータは全ては北米で管理したいとそういうわけにはいかないでしょうそれぞれの機関がそれぞれで責任を持って,って,責任持って管理していくうんしかしながらその使い方のお作法であるとかあメタデータの形式であるとかあというようなものを世界的に標準化していく必要があるんじゃないかと、まあ、そういう意識がこれらの委員会の意向です。 でまあ、このポリシーは実はあのジオのポリシーを決めた人たちと同じような人が入って決めてるんでだいたい同様なものになっていますただ一般公開原則ですと言われて廃、はい、ぞと出せる分野出せるデータばかりでしょうかというとそれも当然、えー、そう簡単ではないとだからこれはあくまでもそうあってほしいという。 望みであって理想ではありますけれどもすでにこれの WDS の委員会の前委員長 UC サンディエゴのバーナード・ミンスター教授という方なんですが彼も自分がシンポジウムのスライドで例外あるよねと言い切っていますでそれは当たり前のことですでアメリカなんかも特にそういう出せないデータに関しては厳しいそこをどうしていくかというのは非常に今後問題だと思います で標準化という意味ではまあさまざま例えばメタデータの標準化どうしていくかっていうのもですね例えば ISO でのメタデータの形式定義っていうのもありますしかしながらそれが全分野においてすごく使いやすいかというと必ずしも全部使いやすいとも限らない。 で、えー、分野ごとに例えばその先ほどの超高層物理学という特定の分野ですけども九州大学東北大局知見教大とかですね、えー、明大とかでみんなで集まって、えー、そのメタデータを共通的に記述してお互い使い合う体制をやり作りましょうという非常に意欲的なプロジェクトが日本で進んでおりました。で まあ、ユーゴネットインターユニバーシティ、えーうんぬんというあすいませんちょっと略語を忘れましたが、えー、アパートのシワーオブザベーション・ネットワークですね、えー、そこにおいてフレームワークは実は NASA の定義したあメタデータスキーマのスペースというフォーマットをアダプトすることでそれを拡張定義することで、えー、日本の <laughs> えー、観測実験データに適用してきたんですけどもでこれの検索サイトとかできて、えーえー、いますで。それがさらに EU は EU で予算を出して同じような研究分野でエ s p a s というメタデータの整備計画が進んでいたとで彼らは彼らで別のスキーマを作っていたわけですねあ,あまただというわけですつまりいろんなところで俺たちが標準だっていうものがやっぱり出てくるわけですねでだからあの相変わらず世界全体で統一なんてできないよねって話なんですがただやはり今の時代はそ,うじゃそれだけじゃなくてこのメタデータオントロジー等の コントロールドボキャブラリーとかいろんなものの違いをお互いに話し合って理解してやはり相互利用できる体制を作りましょうというパートナーシップが今できてきていますで、まあ、NASA の方はこのスペースというスキーマに関しては当然ここでインターオペラブルなわけなんでここのインターオペラビリティもやるとあのあの米欧日という三極でのこの分野でのメタデータの相互流通が可能になるんじゃないかというようなわけですね。 とといいうううようなここでもこういった試みがそのク,ラスタークラスターでのーインターオペラブルな体制を維持しながらクラスター間でのインターオペラビリティを作っていくというのがまあ昨今の流れかなとインターオペラビリティをさらに進めるという国際取り組みとしてリサーチ・データ・アライアンスと。 いうものは非常に今重要になってきているというのが先ほども出た通りです。あの研究データの共有を加速し技術実践を実現する国際組織というようなことで、えー、2013年にやはり、えー、発足したということですけれども、これの機会が GA でのやはり議論だと理解しています。でここで研究データの共有を進めようと。 おいう話ですけれども冒頭に申し上げたようにオープンガバメントとリサーチのオープン化とは違う部局で扱っているヨーロピアンコミッションの中で あのここはもう全然違うところでやっててあのこ,のこの担当してる EC の担当官の人と議論してたらオープンガーメントのやつの議論を僕はよく知らないんだというようなそんな感じでもあったわけで非常に興味深いんですけれどもそれだけポリシーベースの議論としてからもうすでに違うということです独自の議論をしないとここは進まないんだというのがもう欧米の <laughs>。 欧米ですねオーストラリアも含めてこれを主軸にしてきた国の認識でモデルとしてはインターネットエンジニアリングタスクフォースという割とコンピューターサイエンス側の考えを導入して研究データに適用して実質的な国際的なデータインフラ形成を目指したいでコンピューターシステムとして構築するかどうかっていうのは <laughs> えー、まだはっきりしたものは見えてませんがまず最初は先ほども申し上げたようなあ少しずつ相互流通できるインターオペラブルにしていくとそういうシステムですで国際的にはいろんな人材基盤があります私が先ほど申し上げたワールドデータシステムという学術事業もあります他の学術事業もありますデータサイトとかですねいろんな G8 の人たちもいますいろんな人材基盤を お互いに相互乗り入れして一種のプラットフォームとして今機能し始めている要素でこれまあうまくいくと非常にいいなと。 でここに少し顔写真あげましたが面白かったのはあのロバート・カーンさんも参加されてて、えー、たまたま機会があって声をかけられたんですがあ、まあ、彼がインターネットの父だっていうのを私すいません情報科学じゃもないもんでロバート・カーンですって言われて「ハーソーですか?」って最初知らなかったんですけれども後で聞いたらえー、そんなすごい先生だったんだということですが彼は TCPIP 自,自ら作って今のインターネット基盤を作られたすごい大功績者なわけですが何してるかというとお 先ほどのオントロジーとはです、ね、データ流通させるための用語統一をやってるんだというわけですつまり昔は通信基盤 ICT の基盤作るという時にやはりあのバイトパケットの標準化をしてた人が今はそこじゃないんだとやるべきなのはデータをお互い使い合うためにどこが標準化されるべきなのかそこなんだとつまり彼にとっての情報通信というものの姿がおそらく変わってきてるんだと思うんですね。 そういった国際的ないろんな議論が今進んでいます。えっ、ー、と、あ時間がなくなってきた、すいません。えー、で、これはそのある理念の中で、2013年ですかね、出された、あこれはあの、バス大学とマイクロソフトリサーチコネクションがあ共同で作ったワーキンググループの絵なんですが、マイクロソフトなんで、真ん中データインテンシブリサーチになっています。ただ、これを実現するためには、あのヒューマンなファクター、テクニカルなファクター、エンバイメンタルなファクター、法律やら、 あエコノミックビジネスやらコラボレーションやらカルチャーもありますねいろんなものがあなきゃいけないつまりあのすごくいいコンピューターシステムができたから完成するわけでもないしいいすごいいいポリシーができたから完成するわけでもないいろんなものが複合的に、えー、調和して進まないとおこういう世界にならないんだというので非常に説得力があったということでご紹介します。 でこれはあの昨年、RDA のセクレータリージェネラルのマックパーソンズという人が作ったスライドから私が意訳してきた絵なんですがあ要はです、ね、この電源のソケットを見ても分かるようにです、ね、本当に社会基盤になったもの、まあ、電源もそうです鉄道のレール規格もそうです、えー、電話線、電話の,おおあの携帯電話も地上電話もそうですしインターネットもそうですが 本当の社会基盤になったものはインフラは成熟するほどに偏在するイビキタスになりアクセシブルになりトラスタブルになってトランスペアレントになるんだと見えなくなっていくしかし見えなくなっていくほどにそれは重要だっていうわけですねでそのインフラというのは時間的な経緯をたどるとまあ彼らいうのはソーシャルチョイスを持ってテクニカルソリューションを提供するのが重要なんだとテクニカルソリューションだけでもダメだしソーシャルチョイスだけでもダメなんだと。 でこのプロセスではシステムができそれが組み合わさってネットワーク化してネットワークがインターネットワークになっていくんだと。でこうしたものが慎重に十分に配慮されてデザインされる必要があるんだ。でこの中ではシステムの統合プロセスがここで進んでいくわけですけども異設計システムですねもともと違う国違うグループが 違う仕様違うデザイン作ってきたもの同士のネットワークが非常に要であってその要において特にゲートウェイそのおお異設計のシステム間のすり合わせをどうするかが本当に重要なんだというのがエドワーズというエトワールという論文の中に述べられているということなんで、えー、まあ一種のシステム・オブ・システムズを考察した論文ですけれどもおこういったことが考察されている、まあ、こういうスケール・フリー・ネットワークのようなアイデアあですね。 30分になりますみません、えー。というようなことを今まさに国際的なこういった会合でも議論されているでその東京大会、えー、第7回 RDA、えー、第7回総会が3月に行われる、えー、ということでぜひご参加いただきたいということですで最後に一言じゃないんですがいくつかですがあただ最途中で申し上げましたように絶対にオープンが正義かというとやはり、えー、その 研究や科学が促進しなければ意味がないそれを阻害してまでオープン化するのが善なのかというところは逆説的ですけれどもであるがゆえに年で申し上げたように学協会とか専門家集団が自分たちのコミュニティの発展にとってベストな作法を考えていくという議論する機会が非常に重要じゃないかと無制限に出すことも無制限に閉じることもよろしくない。 でしかも非常にデータは複雑です分野によってで複雑であるからこそヨーロッパの方で出された報告書の中で「Don't Regulate What You Don't Understand と」と分かってないことを規制してはいけないとヨーロッパでまだこんな状態ですからあの他の国において親ということなんですけれどもそれでも,もう暗中模索しながらあのヨーロッパ NSF アメリカも進めていると。 でこれらを実際にやっていく上で何がお手本になるかというとまさにお手本のないフロンティアの世界で、えー、我々、えー、考えた 過去のベストプラクティスがあるじゃないかと、その中でどんなものが選択されて、歴史の中でどんなものを残すことで、一番いい結果が得られたのか、いろんな反省点があるんじゃないかと、そういったものこそが我々が今後、自分たちの次の設計に生かしておくべき知恵じゃないだろうかというふうに最近考えておりまます長くなって申し訳ごござざいいせん以上でございます。